世界一周の航路ヨットグッピーインデンオシセ、ネザーランズ、オンサン・オーガスト2010ラウラ・デッカーは、オランダ人の海洋冒険家。両親、ディック・デッケルとバルバラ・ミューラーの世界旅行中に、ニュージーランドのファンガレーで生まれる。当時両親はヨットで暮らしており、会場で生まれた。一人で創船を始めたのは6歳から。オランダ人の父親、ドイツ人の母親により、 両国二重国籍を持っている。2002年に両親が離婚して、後は父親とオランダに居住。2012年1月21日、シントマールテン島に帰還し、ヨット単独世界一周の最年少記録を約8ヶ月更新した。当初は2009年9月にスタートする予定だった。しかし、オランダの児童保護当局が、 公開経験の浅さを理由に危険性を指摘し、8月末に計画の一時中止を、10月末には公開の禁止を命令。その後、法廷闘争の末、2010年7月に勝訴。公開計画の緩和などを条件として出航が許可された。2010年8月21日、イベリア半島南東端の英領ジブラルタルから全長11.5メートルの愛船。 グッピーで出港。海賊を避けるために航路を希望本ルートに変更。2011年1月20日、カリブ海のオランダ自治領、シント・マールテン島から再出港。西回りで約5万キロメートル、大西洋を渡り、パナマ運河を抜け、太平洋のガラパゴス諸島、オーストラリア、インド洋、南アフリカの希望ミネなどを経て、 1> 約1年後の2012年1月21日午後3時、帰還した。ギネス世界記録では記録認定はされなかった。ありがとうございます。